最近少しずつ。生活空間を閉塞させているゲームを、まとめて壁際に寄せるなど、懸命に整理しているんですけど。見てください、これ。初代プレステの、麻雀のゲーム。死ぬほど、で取る。人気のハードで、定番ゲームが散々擦られる現象は、今でもよくあることであり。最近だと、任天堂スイッチ向けに、将棋のゲームが作られまくるなどしています。プレステは、シンプルシリーズのザ・マージャンが、死ぬほど売れまくった、影響もあってか。マージャンのゲームが、かなりの種類発売されていた、印象があります。私の手元にあるこれらは、完全に氷山の一角で、実際にはこれ以上の、バリエーションがあるわけですが。ないものはしょうがないので本日は、バーチャルeゲーマーの手元にある、初代プレステの麻雀ゲーム紹介。お届けします。理解を深めましょう。プレステの、麻雀ゲームについて、バーチャルeゲーマーの、手元にあるものを。さて、本日の麻雀ゲームは、すげえ、ポリゴンだ。なんだこのおっさん。あれは麻雀の神、魔人。麻雀の神？で、見覚えのある雀士たちよ。ないです。我と勝負できるチャンスを与えよう。偉そう。さあ、我を楽しませてくれ。任せて。その全てが謎に包まれている魔人からの挑戦状を受け、時空を超えて集まった選ばれし戦士たち。時空を？魔人への挑戦権をかけた壮絶な戦いに勝ち残るのは誰か。そして魔人との戦いの果てにあるものとは何か。ということで、サンソフトがプレイステーションの発売と同時に、のみ放った、いわゆるロンチソフトの一つ。その名も、麻雀ステーション、魔人。魔人。その内容は、なんかテンションの高い 3D キャラが、ツモトダハイの旅に、めちゃめちゃ動きまくるという、3DCG 時代のアケボノを感じさせる、ご機嫌な一品に仕上がっています。いやー確かに、ゲームから肉声が聞こえてきたり、 3D のキャラが動きまくるだけで、ちょっと小躍りしたくなるようなテンションの沸騰がある時代でした。この際、麻雀のテンポなんかはどうでもよくなってきますね。タニャオへの気合がすごい。タニャオの喜び方じゃないでしょ。あ、もし 3D の熱にやられてしまった場合は、めっちゃ普通に麻雀する機能もあるので、安心かと思われます。これはこれで、寂しいような。ボイスまでカットされとる。でもまあ、ちゃんとしていますね。余談ですが、PS2 で発売された続編は、ストリートマージャンと称して、路上で踊りながらマージャンするという、吹っ切れた作品になっています。いやぁ、クール。今日は乗れている。どうだったかな？飽和状態に行き詰まった、麻雀ゲームの概念にメスを入れた、サンソフトの意欲作。この熱狂を、ぜひ皆さんご自身の手で、体験していただきたい所存であります。それでは、
次回のプレステ麻雀ゲー紹介でお会いしましょう。バイオチャ。